限られた範囲でグレッシュにオレンジ、うん、っていうふうに思うんだけど、これオレンジと柿の間くらい、柿、うん、あのフルーツの柿、うん、皆さんこんにちは、パリジェンヌラシュリストの清水さやかです。今日は春メイクということで、春におすすめなアイカラーを使ってアイメイクの方をご紹介していきたいと思います。今日は、うん、透明度マックス、うん、透明度マックス、やっぱりなんか春のメイク、うん、やっぱりパステルとか、うん、あのもちろんブラウンもすごく多いんだけども、うん、あのネジャーの感じも多いんだけども、うん、やっぱ今回は瞳に透明感をより与えましょう、うん、ちょっと大人かな、大人だけども遊び心のあるみたいな感じ、うんうん、でそんな感じで作っていきたいんですけども、どんな目元を求めてる人に最適なメイクですか？やっぱり知的さとか、うん、あとなんていうの、涼しげとか、うん、なんていうのかな、すごく強いというよりも、うん、なんか柔らかいんだけどどこか凛としてるみたいな感じ、なんかブラウンとかだと普通にナチュラルじゃないですか、うん、もちろん凛とした感じとか出せるんだけども、うん、より、今回はグレッシュ、ね、使っていくんだけども、うん、グレッシュを使うことによって、うん、グレッシュの色自体がただでさえその色ってすごく存在感がある色なんですよ、うん、もうパッと見せただけで、うん、てかそこをうまくもうさらに、うん、そこにプラスしてより、印象的な眼差し、はい、うん、作っていこうかな。はい、前回紹介した、まずは前回したね、今回の新色の中でやっぱなんかちょっと気になるのがグレー、うん、グレーっぽい色とあとパープルとオレンジなんですよね、うん、だからなんかちょっとそこをうまくミックスして作ってみたらすごいいい目元だったので、はい、ちょっとそれをグレーとパープルとオレンジ、はい、うん、作っていきたいと思います。でまず最初に今回使う色ですね、うん、はい、このスックのカラーなんですけども、今回はちょっと一番この濃いめの色ですね。でもこれやっぱねすごいねいい色なんですよ、うん、もうのせるだけで結構シミ色的な感じがあるんですけども、今年出てるものって比較的どれも透明感が、なんですか、透け感があるようなものが多いので、決してなんかドッとなんかこう怖いように強くつかないので、うん、ちょっとそれを使っていきますね、はい、いきますね、のせます、のせてこういう徐々に上に動かしていきます、はい、でこういうふうに色をちょっとしっかりのせたいときは尻尾を使ってもらうと、はい、うん、いい感じです、はい、で最後の部分ですね、こうやってグレッシュの場合だとどうしても肌と乗せましたっていうところがこうツートーンで分かれすぎてしまうとどうしても何ていうかやぼったい目になっちゃうので、そこはうまい具合にブレンディングブラシを使いながらパッとやっていくとスッと馴染みますんで、うん、アイシャドウはつけすぎちゃっても全然こういう風にブレンドさせていけばどん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 薄くなりますので、はい、自然になります、うん、はい、でそこになんですけども、今回はグレッシュのところにパープル、パープルのカラーをちょっと重ねていきます、はい、こうすることによって何だろう、すごいね、うん、グレッシュの色が透明感がぐわっとアップされるんです、うん、本当だ、相性いいですね、うん、そうなんですよ、うん、でまたちょっとポッとついちゃったなと思ったらブレンディングブラシ使ってバッと塗ります、うん、グレーってそれだけで、うん、もう何て言うのかな、存在感がやっぱりある色、うん、なんかブラウンとかよりも少しコントラストがつきやすい色なので、うん、あの雑誌に、うん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 、なのでちょっとそれとあと透明感、スックの、うん、この右下のカラーと、はい、右下のカラーとルナソルのパープル、はい、右下両方新商品、そうですね、はい、春の新色ですね、はい、うんうん、どうです、ちょっと涼しげでしょう、うん、ちゃんと本当に言ってる通り、髪が最初あってグレーだけだと、うんうん、そこに透明感が足されて、うんうん、なんか今どきっぽい色になった、そう、唇もちょっと青みも流行ったじゃないですか、うんうん、ちょっと前だったら抵抗があった青みが
受け入れられてきたんだけども、うん、やっぱり目元もそうで、うん、少しやっぱり青み、うん、みたいなものがあるもの、うん、すごいいい感じに生えてきます、はい、うん、で次アイラインなんですけども、このちょっとグレッシュの目元作った時に黒いアイラインをがっつり引きすぎちゃうと、なんていうのかな、やっぱり強くなっちゃうんですよ、うん、なんかせっかくこの状態で出てるから、あのなんか綺麗な状態で出てるから、それをギュッとさらに締めすぎちゃうと強くなりすぎちゃうから、アイラインも若干薄めの色、おわかります、まあグレーですね、グレーですね、うん、黒が薄くなった感じ、黒と茶の間くらいみたいな感じのものをうっすら入れてもらう、うん、これはこれは渦ですね、うん、一応ブラックなんですか、渦のブラックで、なんだろう、何種類もたくさんのブラックが出てるんだけども、うん、その中のブラックのなんだ微妙な、例えば緑色のブラックだったり赤色のブラックだったりいっぱい出てるんだけども、うん、その中でちょっと僕も気に入ってるこの薄い黒ですね、これ意外に使えるんです、うん、やっぱりアイライン引くと目も強くなっちゃうっていう場合だったり、あとはそんなになんか なんていうか軽く締めたいなっていう時にすごい重宝します、うん、ちょっと凛としたイメージなので目尻側だけは少しだけ流してあげるとマッチします、うんうん、自然に強すぎない、うん、強すぎない感じ、うん、はい、はい、うん、はい、はい、じゃあ上まぶたね、うん、皆さんどうですか、この状態だとすごいなんか綺麗なお姉さんって感じでしょうか、うん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 、やっぱりなんかちょっとなんだろう、重くないしで透明感出てくるし、うんうん、すごい綺麗ですよ、ね、うんうん、でさらにこれだけだとちょっとどうしてもなんとか単調すぎるというか、うん、単調すぎるので今度ちょっと下まぶたの方に薄く色を入れてきます、はい、で使う色が実はね、うん、オレンジです、うん、はい、この色を少し下まぶたの方に使ってきます、はい、これね、なんか一見すると、うん、グレッシュにオレンジ、うん、っていうふうに思うんだけど、これがなかなかね、いいコントラストが出るんですよ、すごく、色をしっかり見せたいとき、ふんわり見せたいときはチップでふわっと動かしてもらっていいんですけども、今回は少しだけ際の部分に色を見せていきたいので、うん、トン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 と置くように見せていきます、はい、うん、どう？フレッシュになった、そう、一気にね、うん、なんかやっぱり下まぶたをメイクするっていうのはちょっとここのところの流れずっとあんまり下まぶたの重要性っていうのはなかなか なんとなくおしゃれな人がやってるけど、そうじゃない人あんまりいじらないみたいなことがあったんだけども、うん、もう最近は割と普通に、うんうん、特にやっぱり限られた範囲でいろんな個性を出していこうと思ったら、うん、やっぱりまぶた両方とも綺麗に作って、うん、うまく使っていきたいと思います、うん、やっぱり瞳の色は綺麗に見えるんだけども、うん、さらにちょっとフレッシュさを、うんうん、出してくる、はい、うん、このオレンジいいですね、なんか一気に今時っぽくなる、うん、なんか、うん、あれでしょ、ちょっとだけ洒落てるというか、うん、とってもいい色、使いやすいと思う、なんていうのかな、ちょっとオレンジと柿の間くらい、柿、うん、あのフルーツの柿、うん、柿って言ったらいいよ、じゃあ柿のあのヘタと柿のこの肉分でもこのオレンジのやつは、うん、普通の人だと、うん、これ買ってから、うん、このタイミングでしか使えないと思ったら嫌だから、うん、あのこのオレンジのアイシャドウは、うん、下まぶたは、うん、ただのブラウンでも相性はいいですよね、うん、相性はいいです、うん、ね、今こうやって まだ今片方だけど、やっぱりちょっと比べてみると、うんうん、柔らかくなりますよね、うん、やっぱり今回の眼差しはちょっとなんか凛としたというか、うん、涼しげなニュアンスもあるから、うん、前はちょっと角をつけて描いてるんだけども、うん、そこをしっかり描きすぎちゃうと今度また強い人になっちゃうから、うん、そこを若干オレンジのニュアンスでふわっと柔らかくしてあげることによってすごいなんていうかな、あの知的さとフェミニンさというか、うん、女性らしさが一緒に来る感じ、うんうん、やっぱりもうこことここ眉毛と 目周りっていうのはもう一つで考えた方がいいから、うんうん、まあ、こう全体的にね、うん、一体感があるっていうか、本当、うん、そうそうそう、うん、どうですか、
もともとね、この色は、うんうん、私的に好みな色だったんだけど、うんうんうん、パープルを足すときに、うん、ムロさんから最初説明は受けてたけど、うん、全然想像つかなくて、ちょっとむしろ不安だったのが、うんうん、これよりも透明感が出たっていうところもまさにその通りだったし、うんうん、オレンジをまさに刺したっていうイメージで、オレンジを乗せた瞬間に今時っぽくなったから、この色って、うん、今あるアイメイクにみんなプラスしたらグッドだなって。そうですよね。 そして眉毛も合ってた。そう、うん、眉毛も合ってるし、うん、意外に何気に使える色というか、うん、やっぱりそうですよね。なんかさっき言ったみたいに単調をちょっと出してあげるだけで、うん、グンと、うん、なんていうの、おしゃれ度がアップするみたいな、うんうん、すごい使いやすいと思います。そしてすごく今時っぽくなる刺し方。ね、これもね、うん、意外とペチプラ、うん、ですけどもすごい使えます、うんうん、なんか似合ってますよ。やっぱり最近はブラウンだとか、うん、まあ、ピンクもやったりもするけども、うん、割と単調なものが多かったから、うん、ちょっとやっぱそこの部分で色をミックスしてあげる、うん、挟んであげるみたいなイメージ、うん、上の色と下の色は単体に考えて挟んであげるみたいなイメージもすごいいいと思います。はい、うん、皆さんいかがでしたでしょうか。今日使ったアイカラーに関しては、概要欄の方に、添付しておくので、ぜひそちらの方をご覧ください。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとか、そういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。